さあ改めまして皆さんこんにちは。このですね新宿にあります iPhone そしてスマートフォンのアクセサリーのお店アップバンクストア、ここですねシルト PR を担当しておりますバイヤーでございます。こちらで YouTube、 こちらですねペリスコープのライブ中継やってます。こんにちは、早速コメントいただきましてありがとうございます。というわけで今回も、いつも通りアップバンクストアで売れている商品のランキング、そして私の YouTube チャンネル BC24 にいただいた皆さんのコメントのご紹介、そして最後に私が気になる話題を、ご紹介するというこの3本立てのコーナーで参りましょう。では早速ですね、今週アップバンクストアで何が売れているのか数量ベースで見たランキングいってみましょう。第3位はマックス村井の炭酸レモン水。アップバンクが販売している炭酸飲料シリーズの第3弾ですね。出ましたね、これはね僕実はまだ飲んだことがなくて、夏に炭酸レモンっていいなと思ってるね、これ早く飲みたいんですけどね。あの皆さんにお届けするのは、ね、8月になると思いますね。ちょうど夏のね暑い盛りですね、あの氷とか入れて冷やして飲むと美味しいと思いますよ。ぜひですねご購入してください。そして味確かめてみたいですね、僕も飲みたい。これはこの夏の一押しです、ぜひどうぞ。そして2位はおなじみのスーペンコスケモデルのブルー、これはもう説明不要ですね。パズドラ専用にですねスーパーパズドラプレイヤーの DMP が開発したペン、こちらはもうパズドラプレイされる方には超一押し間違いない製品なのでぜひお願いします。そして1位もですね不動の人気ですね、マミルトンスパークリング、通称マミスパでございます。これのねリンゴ味ですね、あのたくさん売れております。あのぜひこちらもですねあの炭酸レモンと合わせてお楽しみください。というわけで以上が今週の売れ筋ランキングでございました。そしてですねなんかご覧になってくださってる方はですねたくさんいらっしゃってありがとうございます。今日もありがとうございます。ご覧ください、ありがとうございます。拍手、バイヤーありがとうございます。嬉しいですね、来てくださってますよ。いや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 、ありがたい限りです。皆さん今日はどちらから？東京、埼玉、埼玉ありがとうございます。あ、関東圏の方からですねいらっしゃってますね。この収録ね時間が不定期でねちょっとね申し訳ないと思ってますので、それでもですね来てくださる方がいるというのはですねありがたい限りです。あざす。ではですね参りましょう。みんなのコメントということで今回はね100万円あったら何を買うというテーマで募集してみました。もう本当に皆さんがねどんなものを買い物したいのかなっていうのを知りたくて聞いたんですね。で、まあ、どんなシチュエーションでもいいですよ。投資するとか貯金するとか誰かにあげるはなしで、それ以外で何しますかっていうので聞いていました。面白いですねやっぱね、お金の使い道ってのは面白いですよ。行きましょうか、どんどんご紹介していきましょう、数が多いので。アビーグさん、100万円あったらロレックスの時計を買います。そうですよね、高級なものをポーンって買うっていうのはねあれでしょうね。ロレックスはあの価値が下がらないものらしいので、あの投資の商品としてもねあの買う方いらっしゃるみたいですね。こんな時代ですからあれですよ、キャッシュを持っていてもねインフレになったら紙くずになるかもしれないみたいな、そういう風に考える方もいらっしゃるかもしれないですね。余談ですがバイヤーもですねジンバブエに行ってですねなんかよくわからないゼロが異様についたですねハイパーインフレの世界を見てますので、お金というものは実はですねそんなに信用できないのかもしれない、価値があるものに買い取った方がいいのかもしれないなんてちょっぴり思ったりはしてます。次、たくみ TV1419 さん、合ってるかな、たくみ TV さん、100万円あったらねアップバンクストアで iPhone アクセサリーや村井サイダーなどを買いますと。ありがとうございます、ありがとうございます。もうこういう方がいらっしゃるおかげで我々ですねこうしてお店ができる、そして YouTube のチャンネルができるというわけですよ、ありがとうございます。次の方もですね、うーちゃんさん、100万円あったらバイヤーのおすすめ商品を買いますねということで、本当にありがとうございます。ぜひ買ってください、バイヤー一押しの商品ね、今も取り揃えておりますので、こういった皆様のおかげでございます、ありがとうございます。次はですねルルタンさん、100万円あったらライザップ3回かな、リバウンド前提かよみたいなツッコミをしたくなりますが、3回行かなくていいだろう、1回でね、あの肩がつくといいですね。次、ポロロンさん、いつも楽しく動画見てますと、100万円あったら何買いたいということですが、海外旅行をしてみたいと思いますとおっしゃってます。場所としてはね、ベトナムやタイなど物価が日本より安い国だそうですよ。各国の市場や大衆向けの食堂でいろんなものを食べ歩きがしたいですというふうにおっしゃってますね。素晴らしい、いいと思いますよ。ちなみにご参考までに、2000年代の初めの頃ですね、円は今と同じぐらいだったんじゃないかな、110円120円ぐらい、ドル円がそれぐらいだった頃に私旅行していて、18ヶ月で140-150万だったと思います。100万円あって、でしかも南米とか行ってるから結構アジアよりか高いんですよ。だからアジアはね頑張れば、すっごい頑張れば1ヶ
月10万円でいけるんじゃないかな、かなりの節約旅行だけど。今わかんないですけど、僕が行ってた当時はタイまで1泊300円の宿とかがあって、頑張ればいけるんじゃないかな。あのね、結構貧乏旅行になると思いますが、というわけで、ね、いいと思いますね。旅もいいと思いますね。次の方ですね、菅原信彦さん。100万円あったら、プレミアム化したレトロゲームをいろいろと買いたいです。面白いですね。ファミコンのゲームや高いものだと30万円を超えるようなものが欲しいですねと。すごいな、これは僕ね、マニアックな世界だなと思ってね、素敵だなと思いましたね。エミュレーターとか使ってね、プレイする人、ちょっとそれダメな話かもしれないけど、エミュレーターとか使ってプレイしてる人もいますけど、やっぱり本物のファンの方はね、ファミコンで、そして本物の、ね、ソフトで楽しまれるんですね。これはね、ちょっとかっこいいなと思いましたね。そういう使い道もある。そして、K6M3 さん、100万円あったらですね、動画用とゲーム用の PC を新調したいなと、新しいのを買いたいなと。何でも1台でやれてるのは無理ですからねとおっしゃっています。なるほどね。ハイスペックなマシンでの値が張りますからね。あれですかね、やっぱりゲーム用に Windows のデスクトップ、動画用に Mac のデスクトップみたいな感じでしょうかね。これはね、決まっちゃうと100万円超えますね、一瞬でね。いや、素敵な買い物ですね、これも。次の方、バームさん。100万円あったら iPod と、iPad 関連の、違うな、iPad と iPad 関連のアクセサリーですね。 MacBook とアクセサリー、 Beats のヘッドホンとイヤホン、アップワークで気になった商品全部、目についた可愛い服、とりあえず全部買いたいです。あと、学生で一人暮らしなので良いアパートに住みたいですというふうにおっしゃってますね。すごいね、一気に買う感じですね。どうなんだろうね、アパートとかか。どう、僕ね、不動産の相場は分かんないですね。私、学生時代に住んでたアパートは家賃1万8000円でしたよ。1万8000円って結構すごくないですか。すごい田舎だったんだけど、でね、だからすごい開きづらい引き出しがあって、無理やり開けるとね、ゴキブリが20匹ぐらい出てくるみたいな、そういうとんでもないところでしたけどね。別府っていう温泉街だったので、なぜか温泉付きでした。で、100万円あったら結構東京でもいいアパート住めるんじゃないかな。次の方、帝王ティオさん。100万円あったらゲーミング用 PC と高画質の、ね、モニター、ディスプレイを買いますと。ゲームも高画質で楽しんで、 YouTube も高画質で楽しみたいですと。いいね、これは分かりますよ。YouTube 最近 4K っていうフル HD よりももっと綺麗な画質で見れるので、そういうのとかね、大画面でバーンって楽しんだらね、楽しいでしょうね。これ100万円使う目的としてね、いい贅沢ですね。わかる。ジャケット MY さんかな、100万円あったら旅行に行きますとおっしゃってますね。英語の勉強をしたいので、とりあえず現地に行きたいなと。アメリカでしょうかね、イギリスでしょうかね。次はね、杉隼人さん。100万円あったらとりあえず中古の軽自動車を買います。免許を取ってまだ運転できていないでと。なるほど。次はね、雪城千早さん。100万円あったら、MacBook Pro と一眼レフのレンズを買いますとおっしゃってます。 MacBook Pro で30万円ぐらいで、一眼レフのレンズは物によるよね。センサーのサイズによってね、レンズの値段も変わるんですよ。ニコンさん、キャノンさん、そして、ソニーさんとかフルサイズのやつ出してますよね。中でもあれですね、ニコンとか、キヤノンはですね、レンズすごいですからね。レンズ1本30万とかありますからね。これはね、いい趣味だと思いますがね、一瞬で散財する系ですよ。カメラのレンズはやばいからね。僕もね、その昔、自分ではとても買えないから機材でね、買おうと思ったことがあるんですよ。会社で見てびっくりしたもんね。はい、次行きましょう。コタコタロウさん。ファイヤー100万円あったらクロスバイクを買っていろいろといじり倒しましたよ。最近だとマックス村井さんも乗ってましたねということで、高いボディだと50万円くだらないので、ぜひ買ってみたいですよ。すごいですね。あれかな、自転車だからカーボンのボディとかがあるのかな。高いですよね。僕もね、昔ロードバイク乗ってましたよ、通勤用に。なんかね、大阪府が放置自転車を回収して綺麗にして再度売るみたいなことをやってるんですよ。割とね、大阪府すげえことやるなとか思う。それでね、すごいロードバイクね、結構ルイガノっていうブランドなんですけど、それ3万円ぐらいで買えた記憶があります、ね。まあ100万円あってそれは買わないですけどね。というわけで、こんな感じで皆さん、こんなものを買いたいというのですね、こんなものを買いたいというのをですね、コメントいただきました。あれですね、なんだろうな、どういうものをですね、皆さんがね、買いたがっていらっしゃるのかというのはですね、やっぱりね、お店で物を売る人間として興味がありますからね、とてもね、面白い話題だったと思います。ありがとうございます。ではですね、次はね、もうちょっと緩い話題でいきましょう。次回のテーマは、こんな超能力が欲しいってやつどうですか。適当に考えても OK ですし、映画やアニメのキャラクターのものから取ってきてもいいですね。超能力、ね、
実際の現実の世界ではできないようなね、すごい能力、こんなのが欲しいみたいな。皆さんどんなのありますかね。どうですか、今放送をご覧になっている方、こんな超能力が欲しいであったら一つ。あー、テレパシー来ました。テレパシーは便利だね。あのめちゃくちゃあの携帯電話の通話代下がるよね。なんかありますか。あー、瞬間移動。あー、それは僕なかったな。いいですね。楽だよね、あの満員電車に乗らなくて済むテレポートは。いいな。ちなみに僕ね、事前に用意してたのはね、あの X-Men のウルヴァリンっているじゃないですか、爪出てくるやつね。あいつで実はなんかすげえ体が回復する能力持ってるんですよ。怪我してもすぐ回復するみたいな。それ欲しいなって思いますよね。言ったらね、あの過激な動画いっぱい撮れますからね。あの目からビームとかよりもね、はるかに超回復能力の方が欲しい。あとね、空は飛びたいと思ったけど、今聞いてね、空飛ぶよりもテレポートの方がいいなって思いました。というわけで皆さんもね、あのこんな超能力が欲しいというですね、コメントいただければと思います。ではですね、次に、フリートーク。今週のですね、気になる話題はニュースの見方ということでいきましょう。皆さんどんなニュースサイト見てますか。もしくはどこでニュース見てますか。いろいろありますよね。いわゆる4マスって言われるテレビ、新聞、ラジオ、雑誌だよね。そういうとこからニュース見てみますよっていう人も当然いらっしゃると思うし、まあでも、ね、やっぱりバヤチャンネルをご覧になってる方とかはインターネット系が多いのかなと思います。なので、その4マスで見てるのかネットで見てるのかみたいなのもぜひ、ね、気になるところですし、まあ、で私の場合はほとんどネットですと。雑誌はちらっと見たりするけど、テレビはほとんど見ない。サウナに行って映ってたら見るぐらいで、ネットです。で、あとはサイトで言うと、もちろんね、あれですよ、アップバンクドットネット。アップバンクドットネット大事ですからね。大事なことですから、もう一回言いましょう。アップバンクドットネット皆さん見てくださいね。まあそれはさっきニュースっていう話で言うと、ロイターとかね、ウォールストリートジャーナルはね、結構好きで見てました。あとキズモードさんね、バイヤーが記事を書かせていただいていたキズモードさんとか、ルーミーさん、タブロイドさん、ね、この辺りは面白いサイトです。あとハフィントンポスト、通称ハフポストであったりとか、ガジェット通信さん、エンガジェットさん、ギガジェットさんとか、あとね、最近だったら旅ラボとかも気になってますね。あとね、ギアードっていうね、皆さんもガジェット系面白いなと思って見てたりしますね。あとはハッカドールとかも気になってるんですけど、あんままだ見れてないですっていう感じですね。であとそういったニュースサイト以外にも Twitter、Facebook、Google プラスとかもありますよね。あとあれか、アプリで言うとスマートニュースとかもね、あって、あとエグノシーとかもね、ありますけどね。皆さん何派でしょうかね。ちょっとさっきのあのみんなのコメントの話題とかぶっちゃうんですけど、そのあたりもね、あのコメントで教えてもらえると嬉しいです。ちなみにバイヤーはですね、今ね、あのアップルニュース、アップルが公式に配信するあのニュースのアプリはね、めちゃくちゃ気になっていて、実はですね、 US 版のアプリを試したんですが、超出来が良くてですね、これはかなりそのニュースアプリの中ではね、強力なんじゃないかなというか、もうこれがね、全てを持っていくんじゃないかなと思うぐらいのね、出来の良さでしてですね、楽しみですね。皆さんはどんな風にニュースを見ているでしょうか。そのあたりもですね、ぜひコメントで教えていただければと思います。バイヤーは先ほど言ったニュースサイトであったりとか、あとはですね、スマートニュースで見てたりしますが、皆さんはどうでしょうかね。そのあたりもぜひ共有してください。というわけで、今日ご紹介した商品や、ニュースに関してはですね、この下の動画の説明文、概要欄にリンクを入れておきますので、ぜひチェックしてみてください。そしてですね、市場の情報などに関しては、私毎日ツイッターやですね、Facebook でポストもしておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。PC24 のご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは、私が働くお店アップバンクストアで販売している商品やイベントの PR をしています。そしてここで私から皆様に3つのお願いがあります。その1、ぜひこの BC24 をチャンネル登録してください。そしてお友達にもお勧めしていただけるとありがたいです。その2、 Twitter などでも新商品の情報や撮影の舞台裏を公開しています。この動画の下の説明文、概要欄にあるリンクからぜひフォローやいいねをお願いします。その3、この動画の下の説明文、概要欄に私が働くお店アップバンクストアへのリンクがあります。こちらもぜひブックマーク、お気に入りへの追加をお忘れなく。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。